読んだけど滑っちゃう。少しポロポロと水出てくるかもしれません。それもほっといて大丈夫です。はい、気になったらティッシュで拭いてもらうぐらいで大丈夫ですね。みい。たのか君。うん。長くないじゃん。今チャタロウですね。病院に連れてって注射を打ってもらいました。ここ2日間ぐらいですね。口の中が痛くなっちゃって、またご飯が食べられなく状態になったんで、雪道だったんですけども、まあなんとか行かれたんで。よかったです。ねえ、君痛かったよな。今日泣いてたね、痛くて。注射された時に口に直接注射をするんで、やっぱりかなり痛いですよね。よく我慢したね、君。暴れもせず。先生もびっくりして、おとなしいですねとか言って。ねえ君、登る時何断崖絶壁みたいな。雪はこういう状態でですね、かなり家の前はひどいんですけども、車が通る道まで出ればですね、まあなんとかなるんで。ただ一番滑るのはですね、こう車庫入れするときにかなり滑ってしまいますね。動画があるから。そう、え、これが滑ってる動画はおそらくがネクサスで撮ってましたけど、しょうがないよね。登るとき怖かったよ。滑っちゃったんだ。ねえ、茶太郎。